デイリービルの山です。白川さんよろしくお願いします。土曜恒例ゆるトークを行っていきたいんですが、はい、今週何かいいことありましたか？いいこと、はい、いや特にないですね、はいはい、いつものように過ごしました。ちょっと忙しかったですね、はい、山根さんはなんか結構お酒が進んだようですが、体調はいかがですか？そうですね、なんか今年なんかほぼ休みがなくて、ほう、うん、何連勤だろうって感じなんですけど、ああ土日出張ばっかりしてましたね。そうそう、うん、でなかなかこうだからこう合間時間に酒を飲むという、うん、ああ隙間時間を見つけてという、だからだいぶこう飲み方が変な感じになっちゃっててなるほどね、もうね寝る時間もないっていう、そろそろ死にます死にます。そうですか、はい、土日、まあ日曜は休んだ方がいいですね、さすがにね。土曜日はまあともかくね、うんうん、ただですね、はい、なかなか今日土曜日じゃないですか、まあ明日も普通に仕事しないといけない理由がありまして、それがこう、この前あの平井浩二さんと小野寺勝さんと、はい、うん、あの北海道をね、はいはい、4泊5日で行ってきたんですよ。あ、はいはいはい、それの5夜連続の動画を今準備してるんで、はい、その編集とかで、うん、なるほどね。 そう、それはねやっぱりこう、でもそれはやらないといけないことですから、うん、全然苦ではないんですけどね。なるほどね。そうそう、はい、ということでお楽しみに。そうですね、2月の北海道も堪能できるという。そうそうそう、湧かないからね。湧かないか、マイナス10度ぐらいでしたよ。よりによってこの格好で行きましたからね強いね、はい、ちょっとミスったなと思いましたがそりゃそうでしょ、はい、いやそっか、ダウン着ていかなかったんだ。そうだからダウンとか、 なんかその長靴とか、うん、もう買う時間がなくって、うん、ああそう、うん、大変でしたね、はい、まあまあまあいいでしょう、はい、ということでね、いろいろと最新のニュースを扱っていきたいんですが、はい、これですよ。高市氏捏造でなければ議員辞職、立民公表の放送法解釈変更を図る内部文書ということで、これ産経の記事ですね、はい、高市さんが経済安保担当大臣は3日昨日の参院予算委員会で、立憲民主党の小西洋之参議院から平成26から27年に安倍晋三内閣が一部の民放番組を問題視し、放送法が規定する政治的公平の解釈変更を試みたことを示す総務省作成の内部文書があるとの指摘を受け、自身の言動に関する記述を捏造文書だと否定したと、うん、で高市氏は当時の総務大臣で、捏造でなかった場合閣僚や議員を辞職する考えも示したっていうことなんですよ、はい、でこの解釈変更っていうのが、その放送法で、うん、まあ、その政治的中立性をやっぱ保たないといけないわけじゃないですか、はい、そのテレビっていうのは、うんうん、でそれがテレビ局全体の傾向としてっていうものだったのが、はいはい、例えばある一つの番組で、ここでも文章でもありましたけど、まあ、サンデーモーニングですわサンデーモーニングみたいな番組、はい、一応1時間か2時間ずっと日曜の朝やってるわけですよね、うんうん、はい、そのがもう完全偏ってるんで、うん、別他の番組で別中立の番組ありますよと、だからサンデーモーニングみたいなね、うん、こう左の番組あっても多様性認めましょうみたいな3じゃなくて、はいはい、もう3もにそれ自体、うん、偏っちゃダメなんだと、うんうん、まあ普通のことですよねこれ、はいはい、当たり前のことなんですけど、はい、そういうふうに解釈変更するっていう中で、はい、こう高市さんとこう安倍総理が当時こういう放送法についてね打ち合わせていたみたいなことが書かれてるんですよ、うん、で高市氏は放送法について私は安倍氏と打ち合わせしたことがないと明言、うん、っていうことなんですよね。そうでしょうね、そのサンデーモーニングが偏ってるっていうのはもう周知の事実ですよね、ええ、でそれに対してちょっとこうクレームを言うぐらいはね普通にあるので、えええー、っとそれで、放送法の解釈変更を打ち合わせたっていうこれさ、うん、もしそれがあったとして何か問題あるんですかね。そうなんですよ、その前段階として、うん、そう別に、うん、これ文書に書かれてることが、うん、もし捏造じゃなくて本当だったとしても、ええ、当たり前のことっていうか別に問題ないことなんですよ。問題ないですよね、むしろ偏ってるメディアが問題なんであって、うんうん、いやそれでね解釈を変更しようとなんか政治活動したっていう話ならいいんですよ、うん、なんか行動があったみたいなことは出てきてないですよね、うん、つまりあちょっと放送法変えなきゃいけないよねぐらいの話ってしますよね普通にね、うんうん、それが何が悪いんだっていう。そうそうそう、だからそれが、うん、だから論点としては2つで、うん、まあ、1つ目がその圧力をかけたってやつですよ。だから政治が、うん、そうテレビ局に圧力、これはね、うん、はいはい、安倍独裁政治の弊害というスタンス、はい、うん、もう1つが、やっぱ高市、これで高市の首を取ってやろうという、うん、まあそうでしょうね。あのね、なんかわざとらしいんだよねこれがね。一つがですね、うん、もしこれが
本当に文書として、正確なものが出てきたとしたらね、立憲民主党が小西洋之氏を使うと思います？まあまあ使わないですよ。絶対使わないと思いますよ。なぜならばあの人は国民の敵とまで言われた人ですよ。はいはい、うん、それがあと本人は、まあ、あの抗議して、うやむやになっちゃったけども、まあ、保守派には国民の敵と言われた時期があるような政治家がね、これを言うことによって、うん、立憲民主党って多分ねイメージ悪くなりますよ、うん、ということはもっとエースを出してきますよ、これぐらい大きいやつだったら、うんうん、小西が飛びついたっていうのはこれ普通は危険物件だからちょっと怪しいなみたいな感じだから、うん、手出さなかったんだと思うんですよ。鉄砲玉というか、まあ、様子見として派遣された、うん、そうあれはありますけどね。そう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 、つまりエースが出ていない時点でこの文章ってちょっと怪しいのよ、うん、私から見ても、で2つ目はね、その放送法の解釈変更を図る文書が出てきたっていうんだけど、うん、その文書が出てきたって実際にそういう政治活動をやってなければそれ単なる文書なんですよ、うん、落書きなんですよ、うんうん、のつまり、そこでね、これちょっと解釈変更みたいなのできないかねみたいなことを言ったとしてもね、それが単なる相談だったら何の問題もないんですよ、うんうん、つまりねこの文書ってね相当なんていう恣意的に出されてきて、こう時期もそうなんだけども、要するにあのセキュリティクリアランスの話が出てきた時にこれが出てきてるでしょ、うん、これねなんかちょっとねタイミング的にもおかしいんですよ、いろんなものがおかしくて、しかもこれがもともとねこの話をする前にテレビ局とか、まあ、新聞もだったと思うんだけど、なんか大きい文書出てくるよって予告編みたいなニュースが出てきてるんだよ、うん、つまりマスコミとこの 野党がどうも打ち合わせてる感じもあるんだよね、ということはこれはセキュリティクリアランス潰しである可能性があるじゃないかっていう印象がします、うん、はい、はい、私も全く同感であります、うん、ですよね、はい、だからこれねとにかく筋が悪いので、このなんていうの、閣僚を追い詰める文書にしては、うんうん、いろんな意味でねこれ野党失敗したんじゃないかなと思ってます、うん、まあ、でも野党はそのダメージないじゃないですか、はい、何やってももはやね、うん、はい、で例えばこれ日刊現代とかだと、はい、これ高市早苗氏は放送法をめぐる文書完全否定、うん、森友安倍答弁彷彿と、はい、いうことなんですけれども、やっぱこれね、はい、森友と似ているというか、うん、これもちろん文書あったとして、でこれ総務官僚が、はいはい、だからこれ別にテープ起こししたものじゃないじゃないですか、うんうん、だからそうなんかもう概要をまとめるみたいなところで、そう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 、それこそなんか忖度じゃないですけど、うん、適当に、そう、まあ、それは正確に書かないじゃないですか、そう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 、ね、発言逐一、うん、そう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 、うん、つまりね、いろんなものを見ていて、あ、うん、これ使えんじゃないのってね出してきただけでしょ、うん、でこれ使えるったって使えないですよこんなの、相当無理ありますよ、で高市さんもこれ捏造の文書なければ辞職するかと結構だってことはさすがに、うん、うん、ね、もう捏造だと思うんですよ、ね、さすがにここまで言うならつまり心当たり何もないし、これ何の問題もないから言ったんだけど、これね高市さんもしご覧になってたらこれ絶対言わない方が良かったです、そう、そりゃそう、そりゃそう、そう、うん、でね、これ例えばこの文書の内容が、うん、多分捏造なんでしょうよ、うんうんうん、でもこの文書自体は以上総務省が作ったものだから、うん、そこで論点をずらされて、うん、そう、この文書自体は正式なものです、うん、だから高市だからそういう切り取りっていうかな、こう歪めてね、うん、報道される可能性あるんで、そう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 、高市さんね、あの売り言葉で買い言葉でつい、うんうん、じゃあ辞職しますっておっしゃったんだけど、あの安倍さんもこれでやられたんですよ、そうそう、あの森友もあの一言がなければ、なければそこまで追及されてなかったと思うんですよね、だからあれはね、要するにこれあのもし捏造だったらあなたは議員辞職なさるんですかぐらいの反論しちゃってね、わーって言われるけど、うん、それで、うん、彼が辞職するって言うんだったら言ってもいいですよ、うんうん、で向こうは OK でこっちだけ辞職みたいな売り言葉に買い言葉はやめた方がいいです、うん、もう何でもやってきますから連中は、うんうん、もしそう、うん、売り言葉に買い言葉であれば、はい、小西さんも、うん、じゃこれが捏造だった場合、うん、もうね、辞職してくださいね、そこで初めて公平というか、ね、そうそうそう、そこまで言って、あ、分かりました、辞めます、あなたも辞めますね、まで言われたらそれ言っていいですよ、でもこのこれはちょっとね失敗かなって思う、ね、そうそう、それじゃあ林さんね、うん、ちょっとね、うん、ちょっとまっすぐすぎる、ね、うん、正直すぎたなと思いますが、うん、ただね、これ、ね、大事にならないと思います、うん、はい、
で、あちら側はこれをね、森友安倍答弁を放出というんですが、これ私ね、偽メール事件ってあったじゃないですか、民主党の時に、はいはい、永田議員でした。永田議員ね。で、永田議員、最終的にはだいぶこう悲惨な末路をたどってしまいましたが、うん、まあ、でも小西さんは、いや、まあ、うん、違うでしょうね。あんな繊細だしじゃない。だいたい小西飛びつかないですよ、うんうん、こんなのに、うん、普通の議員は、いや、よくこんなの使う気になったなと思いますね、私はね。うん、あ、本当筋悪いですよこれ。うん、まあ、まあ、いいんじゃないですか。うん、はい、あの、やり過ごしてください。はい、高橋さんはちょっと、はい、はい、続きまして、はい、これまた高橋さんですね。はい、奈良知事選、高橋早苗氏の調整不足、保守分裂で維新に漁夫の理論、うん、ということで奈良県知事選が4月に行われますと、はい、なんですが自民党県連は元総務官僚の新賀を推薦、うん、でこれが、高橋さんの推薦なんですよね、はい、なんですけれども現職の、はい、この78歳のおじいちゃん新井翔吾氏、うんうん、も立候補表明しているんですよ。ややっこしいですね。でどちらも、はい、だからそのおじいちゃんの方も、はい、こう立候補取り下げないから、はい、おそらく分裂、はい、2人が出てしまい結局維新、うん、生駒市長ですかね、はい、の山下氏、うん、というのが通りそうだと。なるほど、うん、はい、これに関しましては要するにこれ5選目を狙ってる新井翔吾氏ですよね、はい、それで78歳であると、いうことで結局今奈良でどっかで改革が必要なわけですよね、はい、その時に5選目の人しかも78歳を選ぶかっていうのがあるわけですよ、で普通に考えて新しい人にしようとしますよね、はい、で、自民党の県連も OK したということで、新しく、これ平木さんですかね、はい、があの元総務官僚が選ばれたと、48歳と若いと、うん、これは普通はこれで終わりですよね、県連が選んだで地元の代表的な政治家も選んだと、うん、ところがなおかつその選対がねこれに反抗して78歳が出てきたっていうのがちょっと異例なんですよ、つまりこれは、高市さんが悪いんではなくて、うん、78歳の人があくまでもう一回出ようとしたというのが異例なんですね。そう、これね、うん、やっぱりどの記事見ても、うん、高市、この高市の調整不足ってありますけどね、はい、高市さんがなんか一人でわがまま言ってるようなね、感じの記事が多いんですけど、うん、で高市さんもこれツイッターでね、うん、そういう報道はもう全部デタラメですと否定してましたけど、うん、実はそうだと思うんですよね、うん、でこの新井翔吾氏おじいちゃんの背後には、はい、この二階俊博元幹事長がいるという話なんですが、はいはい、このすごい仲がいいらしいですね、和歌山と奈良で、はいはい、で高市さんが森山選対委員長に、はい、これ平木さんね、若い方をもう推薦してくれとお願いして、はい、で森山、さんはそのおじいちゃんの方に立候補自体を促すも、はい、うん、ということですよね、実らずと、ということですよね、だからむしろおじいちゃんがわがままなんですね。そうなんですね。そうそう、だから78歳でしょ、5選目でしょ、うん、5選ってちょっと多すぎますよね。そうですね、さすがにね、うん、しかも奈良って今改革が必要だと言われてるわけですよ、うんうん、で20、30にもうちょっとさすがに引退していただきたいという、うん、で、新しい人を県連が選んだというところでもこれ引退勧告ですよね、でもなおかつ出てきたというのでちょっとこれ報酬分裂させちゃって何やってんのっていうのは、うん、これは自民党自体の問題ですよね、県連というよりね、奈良県の問題というよりは自民党がなんていうのかな、こうこれまでの利権を持ってる人とかが、うん、未だにこう出ようとするという風潮、それを守ろうとする風潮があるというのが問題だと思いますね、うん、はい、宮城県の村井知事も確か5000名ぐらいで、はい、5000名、はい、共産党議員にちょっと長すぎなんじゃないですか、うん、硬直してるんじゃないですか、言ったらお宅のところの市和夫委員長にそのままお返ししますって、それはうまい会社なんですね。まあね、偶然も出ないですねそれはね、なるほどね、まあ、5000名が悪いというよりは私は78歳かな、そう、うんうん、いくらねいい政治家でも、はい、やっぱりね75、そうね、超えたら自動的にもう、はい、定年制でもいいと思うんですよね、だから言ったら、あの任期中に80いくのはちょっと問題ですよ、さすがにね、まあ、アメリカ大統領もまあまあそうですあるけどね、うん、
いやこれはだからなんか高橋さんってなんか出てくるけど、いや高橋さんの問題じゃないだろうという気がしますけどね、うん、だからこのさっきのね、はい、総務省の文書もそうですけど、はい、高市いじめがね、うん、これから高市潰しですね。そうですね、高市潰しが始まっちゃって、うん、特にセキュリティクリアランスという言葉が出てきた途端って感じですよね、うんうん、あれがね相当やばいんですよ、だから、うん、あの人たちに、うんうん、でマスコミとしてもやっぱりね、はい、総務大臣時代にこういうことを言っていた高市さん敵ですし、うん、自民党内でもそれこそ、うん、ポスト岸田を狙う人たちにとってもやっぱり高市さんってやっぱちょっと邪魔な存在だったりするじゃないですか。そうですね、まあそれだけやっぱり実力があるし、はい、人気がある人だってことですよね、はい、はい、さて我々はもう応援するしかないです、高市さんに関してはね。ジュルに毎月連載を連載がありますんで、はい、はい、続きまして、そんな高市さんとの関係はどうなんでしょうか、はい、林芳正外相が国会対応で G20、はい、欠席、答弁たった53秒日本の信じられない対応にインド衝撃ということで、はい、で国会対応のために林外相が G20 外相会合を欠席したことについて批判が噴出しています、はい、野党は53秒の答弁のため国益を損ねた、うん、で自民党内からも調整不足との声が上がり、うん、インドの主要メディアは日本の信じられない態度にインド衝撃との見出しで報じましたってことなんですけれども、はい、そうこれはねもちろんその調整不足あると思いますよ、はい、そもそもこれね林さんかばうわけじゃないですけど、うん、総理にしても大臣にしてもその国会対応って、うん、マジいらないなって思うんですけど、あれあの張り付く必要は本来ないですよね、うんうん、それは外交に非常にマイナスになってるし、あのそれは安倍さんがね本当にこう大事な時に動けなかった時ってあるんですよ、うん、だからちょっと変えてもらわないとなっていうのはありますね。ただ座ってるだけじゃないですか、ね、うん、そうあれ日本だけですよね、うん、そうあのね、おかしなことなんですよね。確かに国会って大事なんだけれども、うん、外交も同じくらい大事ですので、むしろ外交の方が、うん、まあね、今の国会、まあね、小西洋之とかの追及を聞かされるんですよね、うん、まあ本音を言うとね、まあ、あるけども、一応国会は大事ですなんだけれども外交も大事ですんで、はい、特に G20 に出られないってちょっと私は考えられないですね。しかもインドですよね、うん、インド今一番大事にしないといけない国じゃないですか。安倍さんが一番大事にしてた国ですよ、うん、でやっとインドってあの新ロシアですからね、うん、その国をなんとかこっちに振り向かせたというね、うん、安倍さんの最大功労者としての政治家としての役割があるのに、それをちょっとないがしろにしかねないようなね、うん、措置ですよね、これはもう早めに調整すれば私はできたと思います。そうできた、はい、そこはねやっぱ林外相の、うんうん、ダメなところですが落ち度ですよね。完全に、はい、完全に落ち度です。でただ今の日本 その国会の制度がちょっとおかしいっていうのも言っておきたいですね、うん、でもあれも国会の制度というか別にルール慣習みたいなものなんですかね。ちゃんと出席しないといけない法律っていうのはあるんでしょうかね。あります、ね、はい、まあ、でもどっちにしろその慣習も本当いらないですよね、はい、それはもうちょっと変えた方がいいですね、うん、これから外交重要ですので、うん、あともう一つ、はい、この前有本香里さんかな、うん、と、有本さんと飯山あかりさんに対談してもらって、うん、はい、その時有本さんおっしゃってたのはもうその国会対応、はい、でこれ外遊がこう邪魔されてるっていうのと、うん、もう一個指摘されてたのが、はい、あれ首相同棲、ああはいはい、あれいらなくねっていう。首相同棲は本当にいらないですね、あれはね。だから、うん、あの官邸とか、はい、その公邸とか、うん、私もこうたまにこう総理とかにねインタビューする時とかは行くんですけれども、うん、したらもう若手の記者がもう各社、うん、もう10人くらいゾロ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 と、なんか何を話されたんですかみたいな、うん、でこんな一人こう官邸に入るたびにそんなやってるんですよ、うん、かわいそうだなとか思いますし、だから首相同棲はね本来は機密情報なんでね、うん、いらないと思うんですよね、うん、昔は家のなんかね何時就寝とかまでね、はい、あの家のその、はい、ライトが消えるタイミングとかも張り付いてみてて、はい、やってたらしいですけど、うん、もうちょっと時代遅れですよね、さすがにね、その辺もね。いやもうちょっと日本もね、なんていうの、デジタル革命とか言ってるんだけど、いまだに政治はファックス使ってるし、うん、ひどいのよ、中に関しては、もうほんと時代遅れなんですよ、もう取材
形態とかね、こうさすがにちょっと改革してもらわないと困るなと思ってます。はい、いやでも確かにね、あのアメリカ人とかが日本にやってきてファックス打って本当大笑いしますからね、まだファックス使ってんのって使ってるんで、はい、そしてこの出版業界もいまだにファックスは根強いですからいやーね、ね、そろそろなんとかならないかなっていう感じですね、はい、あのね、紙で読むというののすごくこういい面あるんですよ、まあ、もう間違いないです。だから本を紙で読むというのは一つのこう素晴らしいね、はい、あの文化だと思うんだけど、なんか情報のやり取りは未だにファックスでやるみたいなのってさすがにどうかなと思いますね。私もこの会社というかこの業界に入ってきて驚きましたもんね、うん、前のところだとねそれこそ本当にメールだけだったんで、うん、でしょうね。いやー、うん、あのこういうこと言うとあれですけど、ええ、手書き原稿とかあそれこそね、はいはい、書かれる方いるんです。例えば折島一平さんの連載とかは全部手書きなんですよ、うん、折島さんあらすごいですよね。あらとかを、はい、あまだこの現代令和の時代に現存するのかと、その手書きがあるのかと。あでも結構まあ多いですけどね、うん、でもまあ手書きの良さもあるし、ね、手紙だと手書きの方が良かったりはするけどね、うん、でもなんかもうさすがに変えた方がいいですよ ね、 この辺はね、はい、でも結局手書き原稿をまたこうワープロで打ち直すわけじゃないですか、ねうんうん、まあね、うんまあうん、まあまあ ね、 ねそれは味があっていいんですけど、ね、そうですね、はい、いやね、こ本当政治とね出版が一番遅れてますよね世の中からね、うんうん、困ったもんね、はい、続きまして、白川悪い白川の方ですね。悪い白川、日銀前総裁が安倍黒猛批判、はい、アベノミクスを壮大な金融実験とバッサリと。まだ言ってんのこの人これ日刊現代の記事 で、 うわで白川氏は IMF の、機関紙に、はい、期間、シーズンの方ですね、はい、変化の時タイムフォーチェンジと題して寄稿、金融政策の新たな方向性に関する3ページの論文で IMF のホームページで、はい1日に配信されたと、うん、で安倍政権と一体化した黒田総裁が推し進めた異次元緩和を壮大な金融実験、ややナイーブな前提があったと草しで、ナイーブにはおバカさんの意味があると、はい、いうふうに、まあ、これは日刊現代の解釈ですが、あの英語のナイーブは子供っぽい、ガキっぽいって意味ですね。だから本来の意味で使ってる可能性ありますね、確かに、うんええ、まあね、白川さんならね、はい、あのこっちの白川さんね、こっちの白川総裁ならそうでね、はい、言いかねない感じですが、はいそうですねはい、まだ生きとったんか我と。びっくりですね、うん、白川氏 の、 その日銀総裁になった経緯って覚えてますか、うん、なんかありましたっけ。これね、当時ね、福井総裁の後釜として、ね、武藤敏郎氏が、まあ、副総裁から昇格するという話だったんですよ、うんまあ、それだったらよかったんだけれども、これ小沢氏が、拒否したんだよね、うん、小沢一郎は、小沢一郎氏がね、うん、で、結局白川氏になったと。でその白川氏っていうのは、まあ何て言うんだろ う、 こう政治的な しがらみがないということで選ばれたんだけれども、うん、結局実務経験がないので、まあとにかく決断力ないんですよ、うん、で金融緩和はもちろんやるんだけれども、本当に少しずつね、なんか全くインパクトのないやり方でやるわけ、だからこう何ていうのかな、経済が良くならないんですよ、うん、すっごく金融緩和してもちょっとずつだからインパクトがないから良くならないと、それが黒田さんに変わった途端に黒田バズーカということでドカンとこう金融緩和をやると、うん、それによって株価は上がり始めたし雇用もよく増え始めたっていうのがあるわけなんですよ。明らかに良くなったんですよ、うん、でこれをね、壮大な金融実験、その通りですよ。でナイーブな前提があったんっていう感じなんですよね、うん、意味わかんない。壮大な金融実験した結果、うん、これは成功したわけじゃないですか、はい、成功しました。少なくとも白川時代よりはね。そうってことは別に良くないですかっていう、そう、それだけのことなんですよ、うん、要するにね、これ、黒田氏があまりにも評価されたもんで、こうあれです、嫌味ですよ、うんうん、私は嫉妬があると思いますよ、これに関しては、はいうん、で、白川日銀総裁に関してはこれね、やるべき
じゃなかった人がその政治的な思惑でなっちゃったという悲劇なんですよ、うん、私どっかでね本人のせいではないと思ってるんですよ、つまり決断力がないし、あまりにもこう八方美人なところがあったと思うんですよね、でやっぱり昔ながらの考え方の人だからそれはできないですよ。でもそんな人を選んじゃったんだもん、当時の民主党の小沢代表がね、無理やりね、財務省出身の黒田氏が導入したフォワードガイダンス、中央銀行が政策金利の動向を市場に強く示唆し、長期金利に影響を与えるというね、このフォワードガイダンスなどの非伝統的な金融政策は意味なしと、でインフレも成長も促せなかった、実験は失敗だったと総括。インフレも成長もアベノミクスでできなかったっていうのを白川さんが言うのは違いますよね。これだからまた逆じゃないですか。これね、本当に言ったのかなっていうぐらいちょっとすごいびっくりしました、このニュースは。そう、棚に上げてというやつです、本当に。そうですね、まあこういう白川さんみたいな人をバックアップする勢力というのがいると。でその、メディアの、代表的なところが日刊現代であるというので、まあ、全てを察してくださいということです、続きましてこれフラッシュの記事で、三浦瑠麗氏の後釜高松菜奈、朝生での発言がトレンド入りと、余命投票制度を主張に感じる成田悠輔氏との共通点というなんですが、どういうことだ。これね、私もそんな興味ないですけどそのなんか成田悠輔氏が老人は集団自決した方がいいみたいな、みたいなことで、余命投票制度だから、多分全く分かんないですけど、多分若い人の方にこう投票の価値みたいなのを押せばいいんじゃねえぐらいの感じじゃないですか。分かんないです、全く知らないです。あ、そういうことか。それより私が気になったのが、やっぱり三浦瑠麗氏が朝まで生テレビにさすがにね、この日のテーマは原発とエネルギー危機なんで、さすがにそれでは出せない、ね、三浦氏出てほしかったな、でももう出せないですよ、この日議論の内容とは別に注目されたのは、常連だった三浦氏が復活するかどうか、いや無理でしょう、利益相反ではないかと疑われる人間に再生可能エネルギーの現状と課題について議論させる正気化といったツイートも見られたいやでもさすがに高松菜奈氏は、三浦瑠麗氏、いやこれちょっと荷が重いでしょうね、それはね、全然タレント性が違いますよね、やっぱり三浦さんってどっか大物感あったもんね、高松さんか、まあ若いですしね、確か私と同い年ぐらいだったりします、20代でしたよね、確かにすごいリベラルなんですよね、リベラルですね、なんですけども、はい、だからここの記事ではねすごいいいこと言ってるんですよ。ほう、福島第一原発事故、に話が及んだ時、高松は風評被害のことも考えないといけないと、でメディアが処理水に対して過度に危ないと報じることが風評被害を招いていると指摘、それに対しテレビ朝日の原発担当の吉野氏は誰もそんなこと言ってないですよと否定したいやいや言ってるでしょ言ってますよね、ここはね高松氏はねこれは正しい、いやありますな、高松さんってなんか確かにこういうことを言うんだよね、なんていうのかな、我々が思い描いてるリベラルとちょっと違うんだよね、発言を聞いてるとね、なんかねまっすぐ見たどうやら、見方がただ根がリベラルというわけで、私はそんな悪い印象は持ってないです実は、自分の頭で考えてる風があるので、若い人はもうしょうがないんでね、どっかでね、一つの立場に立つともそこにはまるっていうのはもうしょうがないんで、いいかなと思います、ただ後釜は無理じゃない、でもいますかね、いや無理、むしろ三浦瑠麗氏は誰の後釜だったんでしょうかね、三浦つまりポスト誰が三浦だったんでしょうね、いや三浦さんはだから三浦瑠麗という、ポジションを作ったんだよね、あの人は、だって今までああいうポジションなかったじゃないですか、ちょっと人を小バカにしてこう喋るちょっと美人目の論客みたいな人っていなかったでしょ、確かに、昔の別に小池百合子も間違うかあんな感じじゃないですもんね、あくまで竹村健一の横にいる人ですもんね、で三浦さんってほらなんか保守派って一部で思われてるけど全然保守派じゃないしね、よくわかんないでしょ政治的ポジションが、なんかの記事にもありましたよ、なんか保守派お仲間からもそう袋叩きみたいな、でウィルの名前も出てました、ウィルでもそうですね、私もだいぶ前に三浦批判みたいな、めちゃくちゃしましたよね、したあんまり仲間だったことはないんですよ三浦さんと、一回もないです我々、なんか賛同を覚えた方も一回もないし、あの人はなんで保守派をされてるのかもよくわかんない、まああれかな、徴兵制度
肯定したからかな、うん、最初にね。でもそれ出したの岩波ですからね、うん、なんかね、うんうん、なんかねよくわかんない人ですよね、うんうん、なんか縫いみたいなところあるよね政治的にはね。だから高松さんは明らかにリベラルだからちょっと、うん、ちょっと違うと思うな、うんうん、だからなんかほら三浦瑠麗が出てるというのを楽しむエンターテインメントだったんで多分、うん、あの人の存在感って、はい、うん、だから今ちょっとほら中分出ちゃったからもう出せないよね、はい、ちょっと楽しめないじゃない、はい、あんなん出ちゃったら、うん、って感じですね、はい、続きまして、はい、三浦さんは何かしらの利権ですが、はい、こちらの利権ですがって何かしらダメだ疑われています、はい、訂正します。何かしらのね、利権が絡んでるじゃないかと疑われてますが、はい、これは新たな利権なんじゃないかというのがねこの昆虫食、はい、ね、でねこれ過去に、はい、今はコオロギですけど、はい、ゴキブリミルクっていうのもあのツイッターでトレンド入りしてて、で結構ねこのゴキブリのミルクっていうのが、はい、これ5年前の産経の記事なんですけどね、人類を救うゴキブリのミルク、栄養は牛乳の3倍スーパーフードっていう記事とかがいろいろね掘り起こされてトレンド入りしてたんですよ、はい、ゴキブリ、さすがにコオロギも我々は騙されないですけど、うん、ゴキブリって言われたらもう無理ですね。もう無理ですよ、さすがにやりすぎですよ、絶対無理です、うん、はい、この頃はまだほら なんていうのかな、あそんなの あるのだみたいな感じだったんじゃない、リアリティがなかったんだよね。そうそうそう、2018年ぐらいまあある種、まあ、こう海外でねこれ話題になってますみたいな、うん、海外びっくりニュース的なもので、うん、下手者みたいな扱いだったんですけどね、うん、つまり昆虫食っていうのが全然身近じゃないからこういうの流行るかもねみたいなちょっとあったんですよね、うん、今これ出したら総バッシングでしょうね、うん、今出さないと思います。はい、でもちろんただ、はい、このゴキブリっていうのがこの我々の家にいるあのゴキブリとは違っては一応ね、さすがにね、まあまあ、もちろんね。でね、それ気持ち悪いんですよ。オーストラリアに生息するゴキブリ、パシフィックビートルコックローチ、はい、でこのゴキブリは昆虫なのに卵を産まず、はい、子供を産む、幼虫をそのまま産むんですって。でメスのお腹の中で液体の栄養を与えられて幼虫に育つわけだが、この栄養こそゴキブリ見るどー、なんと哺乳類みたいですね。そう、へえ、もうちょっと良くないこれコオロギを今、はい、陸のエビって呼ぶキャンペーンも始まってる。虫虫虫虫だけに。でも確かに、ね、はい、エビも気持ち悪いですよね。なんかエビもよく見たら気持ち悪いですね、フォルマレ。いや全然本当ですか、うん、エビは全然。エビがでも実際陸をぴょんぴょん跳ねてたら気持ち悪くないですか。いや私子供の頃からほらあのエビ大好きだったから。本当ですか。いや私もエビ食べるの好きなんですけど、うんうん、なんかエビ確かによく見たらエビもキモいな。あそれはねちょっとあのあれですよ、なんかとらわれすぎですそうですか。シャコとかキモくないですか。あシャコはキモくないですか。いや別に別によく見たら気持ち悪いみたいなのって何でもあるじゃん、だって、うん、そんなこと言ってたら、うん、なんだって気持ち悪いよ、うん、よーく見たらね、よーく見たらね、うんうん、よく見なきゃいいんだもん、うん、はい、はい、続きまして最後セミヌードを披露した写真集は5万円にも、財前直美57歳の転機と大分移住。いやこの記事をね、これ私が全部選んでるわけじゃなくて今こうカメラを撮ってくれるそのカメラマンのスタッフ、はい、ああそうですか、がね、はい、こう私に忖度してというか、はい、私が財前直美好きだって、はい、だからこの文春の記事を選んでくれたんでしょうかね。あへえ、これあれなんですか、 今の、財前さんが、セミヌードになったんですか。いやですね、88年、はい、だから私の生まれる前ですよ。なんだなんだ、うん、35年前に一冊だけ写真集を出してて、それが今ね5万円プレミア価格がついてる。へえ。財前さんは今大分に移住して、はい、そこでの生活はシャンプーは月2回、普段はお湯で洗い流すだけ。あ湯シャンってやつね、うん、はい、結構こういう自然、あなんか世田谷自然食品的な、うん、生活を送っていると。うなんか財前さんらしいですね、こういうのってね、うん、あんまり気取らないというか、
私はね思い入れがないのでね。所属した事務所兼音は中森明菜など歌手がメインで、はい、財前は俳優第1号だった。ああそうなんだ、ああ知らなかった。財前さんって若い頃からまあ美人でらっしゃるんですけどね、うん、どっかね剣があったんだよね、うん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 、若いその若い俳優さん、女優さんってね、うん、どっかでこう可愛らしいとか、美形みたいなのが大事だったんだけど、うん、この財前さんだけね、なんか妙に剣がある、うん、女優さんで、そこで好き嫌いが分かれてたの当時、はい、この剣がある感じが、うん、で好きな人はねすっごく好きだったよ、うん、あの剣がある、はい、分かります、ね、剣があるって、うん、でその後にこう割とその財前さん的な剣がある若い女優さんが出てきて、それなりに売れていくっていうあれがあったんです。その前ってまあその前も多分ラインあったと思うんだけど、はい、財前さんがちょっと目立ったっていうのがあるんですよね、はい、だからもう本当好きな人は大好きみたいな女優さんでした、はいはい、うん、すいませんね、あの財前直美ネタになんか、はい、うん、絞り出していただいて、セミヌードですから。最近なんか昔の女優さんってみんなヌードになってたりしますよね。そうですね。でも今はあんまりもうないのか。そういう時代ではないでしょうね。これね、理由があってね、うん、あのアイドル女優時代と大人の女優になるその儀式としてヌードになるっていうのがなんかちょっと半分義務みたいになってるんですよ、どっかであのなんていうのかな、儀式みたいなのがないとずっとなんかアイドル女優もどきになっちゃって、はい、うん、役が難しくなるんですよね、そこでヌードになった、これで大人の女優というね、はい、脱皮のこう、儀式みたいなのがあった、昔はね、うん、あったんでね、うん、なるほど、三浦瑠麗さんにもね、そういう儀式をやってほしいです、懺悔ヌードみたいな昔なんか不祥事起こしたりしたら見たいか週刊ポストとか現代とかやってましたけど、はい、すいませんね、なんか財前直美のことをね、はい、絞り出していただいて、はい、ということで、はい、ごめんなさい、これは本当ただの雑談でしたと、はい、またこの雑誌の方が、はい、編集作業も大変になってくるんで、はい、頑張ってください、はい、頑張りたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。